はい、渡辺真です。今回ドミネーションでマップはシップメント194で最初からで2人パーティーが2組いますね。01と002だったかな。002両方とも両軍とも2人パーティー入ってますね。今回のまずこの高橋中のこの LMG でやってみたいと思います。3キルぐらいやったかな。これ3キルやったら SMG に切り替えてくるんだ。これはい、頑張ろう。終わった終わった。あっちつけるかな。あっちつけたのに。厄介だこれ。スモークタイトルなこれ。終わった。これ今度はあまりやないな。今度この松井ジュリナのこのクラスに繰り返ってくるんだね。え、間に合ったな。うまい。全然旗取ってないねこれね。やった。めっちゃ面白いなこのマップ。やっぱり神マップだよこれ。ベルタ、8キル。よしよし。角間が欲しいな。角間がついてたかなこれ。ラック上がったぞこれ。オッケーオッケー。13キル。俺が一番キルやってんねこれ。今回レクジション組み合わせたかな。あ、レクジション組み合わせてるわこれ。バッチリよこれ。角間がついてないなこれ。うん、がついてるか。うまい。やるわ。めっちゃ面白いよ。伏せてるな。このマップやったらね、他のマップやれないよもうこれ。面白すぎてこのマップを。よっしゃ、ヘッドショットいった。最近あのビオスリムね、今日ねXPR50 スネープライフルダークマタミサイにしてね、ようやく。すごい、バンバンキルは決まってるよこれ。23キル。オッケーっすわ。隠れない、隠れないで。うまい。前半で30キロはいくなこれ。あ、こっからもいけないこれ。27キロ。まあまあだな。これ、後半出すんだね、これ。いて、この野郎。あらら。30キロいってるわ。オッケーだ、これ。40キロいかせない、これ。
空挺部隊出したら40機行くと思うけどな。そ、公安ですよ、公安。32キロ。70機行かせるから、これ。はい。もういいか。40キロは無理か。ねえ、33キロ。どれだ。ここは結構決まったよね。4連続キルぐらい決まってるでしょ、これ。めっちゃいっぱいいるわ、これ。ヘッドショットも入ったし。負けてるね、これ。バンバン出していくよ、スコアスリークを。ボールタルトガンナもうちょいだな。40キロ。41キロってるな。42キロ。空挺部隊がどんだけキルできるかだな、これ。あんまキルやってないな、これ。あ、バンバンキル決まってるわ。おう。あらら。よしよしよし。ボールタレットガンナ出すか。これ難しいんだよな。で、やった、55キロ。圧勝してるわ、俺が。キルができなくなってるな、これ。59キロ。よっしゃ。61。ああ、70キロ行かせるから、これ。
70キロ行くからこれ。圧勝してるな敵がな。よし70いくわこれ。68キロ。えらい。は？夏1キロだな。厄介だわこれ。よっしゃ70。初めて行ったぞ。80キロ生かしたよな。厄介だこれ。ランチャーこれ厄介だなこいつは。無勢はこれ。ダメだな、80いかんな。80。あ、ランチャーめっちゃ邪魔だわあれ。あ、80いかんかったな。はい、今回の成績は77キロ56です。0ダッシュ12防衛、スコア6490でした。70キロ超えたね。はい、勝ちたかったけどな。2位のアーサープライドオープン、ランクも結構上がってますよこれ。獲得 XP 結構でかいんじゃないですかこれね。ランク16トークンだけ。はい、プレイヤー皆さんありがとうございました。ダイビング直後これ忘れてた、やるつもりだったんだけど、これ終わったね。 LMG キル契約、 LMG で50キル司令官僚でサプライドロップ獲得です。おお、あと1キロだったなこれね。 SMG これスタートしたばっかりなんですよこれ。 SMG で50キルあと1キルでね、これあまだまだっすねこれね。85回結構長いねこれ。こんだけも溜まってますねこれ。SMG 終わるからね、何か買ってもいいんだけど。近接ちょっと買おうかな。ちょっと後で考えてからですねこれ。これスコアストリーク、これいいっすねやっぱり。空挺部隊、絨毯爆撃、ボールタルトガンナ、ドミネーションがいいねやっぱり。最初これやったんでね、 LMG でのキルチャレンジ3キルだったんで、残りまだっすね。レティクルーがあと3キロですね。で、急遽このクラスに変えたんですよ。両方ともレクジション組み合わせてるんで、レクジションこれいいね。死亡時のスコアリセット、死亡時のスコアストーリークリセットはなくなるが、より多くのポイントを必要とし、一度しか使用できないということでね。これフラッシュ使わなかったね。マーク2シュルドやっぱり強いね、これ。これ迷彩が結構進んでるね。あと2ヘッドショット、あと2回でレティクルーが、あ、これ解除したんだねこれ多分。引き続き使っ、あと結構上がったね。あ、武器プレステージ回せるわこれ。武器プレステージ道なんだけど、1のマックスになってるね。武器プレステージ2回せますね。はい、今回ねこの高橋樹里とこの松井樹里のこのクラスで、高橋樹里のこのザ・アイリッシュと、あと松井樹里のこの自作農場のクラスでね、
今回ねドミネーションで77キロ行きましたね。結構大満足して、試合には負けたんだけど満足してます。今回この高橋瑠璃のこのザ・アイリッシュとこの松井ジュリナのこの自作農場でね、名前シップメント1944のドミネーションをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。